はい、こんにちは、イチローです。今回の企画はフィットの燃費、一体どれだけの燃費なのか。まあ通勤距離のね、どうだろう、まあ大体僕は8キロぐらいのコースを考えてて、その片道、これで一体どれだけの燃費なのかを含めたり、今現在燃費ガソリンが少ないから、ちょっとその状態で走るのと、燃料を入れて満タンで走るのとで、燃費関係するのかとか、どうなんだろう ね。あとエアコンオンオフでね、随分違うんではないかということで、なるほど、ちょっとエアコンのオンオフの違いによる燃費の差とか、そういう今回の企画です。結構内容濃いよ。だいぶ濃いですし、みんなで結構気になってるところなんじゃないのかな。気になるところかもしれない、ここはね。だから一旦まあそういう部分でちょっとね、走り燃費、まあそういうところも含めちょっと詳しく紹介してみたいと思います。はい、それじゃあね、まずガソリンがほぼ空っぽの時の燃費、これをまずね見てみたいと思います。これ今ねガソリンがもうあと一目盛り、ほぼ空っぽ、まあこれはガソリンがまあ満タンと空っぽだと、まあおそらく40キロぐらいの重量差があるんで、その40キロの重量差が果たして燃費に影響するかどうかっていうとこね、ちょっと楽しみじゃないの。軽い方が燃費いいに決まってるけど、じゃあどれだけ燃費に差が出るのか、気になるところだね。出発する前にリセットします。トリップリセット、はい、じゃあスタート。さあどんな燃費になるかな。まずゆっくりのスタートは EV で走っております。はい、まだね燃費計が出ないね。はい、お、99.9 です。まあこれはまだガソリン使ってないからよ。あー、そっかそっか。そう、もう最高表示になるんだよね。基本こうガソリンがまあ少ない時っていうのは車重が軽くなってるから、まあモーターの負担も少ないし、エンジンが動いたとしても、今エンジン動いた。動いてる。動いてる。お、信号待ちでもエンジン動いてるよ。わお。これだと一気に減るぞ。99.9 から。さあどのくらいに減る。64.4。リッター30キロ落ちました。すごいな。44.6。お、下がる下がる。え、なんでエンジンかかっとんのこれ。今どういう状態？ちょっと見てみます。あー、こっちじゃない。あれ、ただ単にエンジンかかっただけやな。なぜ？なぜ？なぜ止まらない？バッテリー充電もしておりません。なぜ？エアコン。エアコンオフにしたら止まった。エアコンオンにすると？おお。ああ、そうなんだね。まあじゃあまあエアコンはねオンで比較しましょうよ。はい、そうなんだ、エアコンオンとオフでこんなに違うんだ。じゃあ燃費にもかなり響いてくるってことですかね。そういうことだね。リッター 19.9 まで落ちました。17.7。おお、これね、さあ今ね、エンジン動いてるけど、まあモーターの力で発進してます。リッター 15.2。14.4。もう下がる下がる。この瞬間燃費計もまあ出るからね。はい。あ、EV になると途端に上がるよ、15.9。でも上がり方がさっきのそのアイドリングの時にエンジンかかっとった時と全然違うね。そうですね。17.9。え、そっちから見える？見えます。でもね、これさっきの例えば信号待ちの時に。もしこれ EV の状態でエンジンがかからなかったとすると、
燃費ぐんと上がるわけじゃん。もうそうですね。ガソリンが満タンの時に、はい、同じシチュエーションで、はい、エンジンがかかるのか、止まるのか、どっちなんだろう。どうなんだろうね。これ止まっとったら検証ならんよね。おいみたいになっちゃうけど、まあ、でもそこの差もあるっていうね。まあそういう、どうなんだろうね。すごいよ今リッター 40.3。 すごいな。表示で 40.3 ってやばくない？すごい、かなりすごいと思います。これはもうカタログ値超えとるじゃん。うん、本当？すごいな。 40.6 まだ増えるよ。おお、まだ増える。 41.3。 おお、まだ増えてる。すげえ。おお、44.4。 マジで？スタートから 2.7 キロ。うん、逆にあの C63 の時とかだとさ、確かあのスタートから 2.7 キロとかリッター6とかぐらい、え違う、もっと悪かったよな。かなりこうやってエンジンがかかると、いくらモーターとはいえども燃費は落ちるんだけど、ね、でもこの瞬間燃費計見ても結構いい数字を表したのね。本来だったらもっと悪いよね。悪いと思います。一桁になるもんね。うん、まあでもやっぱりエンジンがかかると、うん、どんどん下がっていくは下がってきますね。そう、まあまだ走行距離が短いからね。うん、今これは、あ、これエンジンバッテリーに充電してないから、これ完全にエアコンだね。そうですね、エアコンでエンジンがかかってる。だからエアコンオフにしたらもっと伸びるってことでしょ。うん、でもそれちょっと現実的じゃないですね。まあそういうこと、そういうこと。だからとりあえずエアコンはオンにした状態で走ってます今。はい、これスタートの時でもさ、うん、まあまあいいんだよね。いいとは？燃費が。ああ、うん、今ガソリンで走ってます。今はガソリンですね。そうだけど、その瞬間燃費計悪くないですよね。悪くない。お、EV に切り替わりましたよ。お、まあ、これの繰り返しなんだもんね。エンジンになったり、まあ、そうですよね。そう、エンジンがかかってモーターを動かす、うん、まあ、実質今まだスタートして3キロ。うんうん、ギアを使ってないってことね。そうですね、 CVT のトランスミッションを通しての駆動はしていないと。すごいな。ん？何が？車が続きすぎちゃって曲がれない。さあ、これ右に曲がれるのでしょうか。いやー、どこだ。ん？なんか軽トラがランプついてる。はしごみたい。え、おかしい、おかしい。何あれ、はしご積んでる軽トラが。はい、これどうしようね。右曲がれない。ほら、黄色になった。どうしよう。赤になったのにどんどん突っ込んでくるしさ。本当に。ちょっとひどいな、これ。長い渋滞でございます。お、最後の最後でエンジンかかっちゃったよ。はい、到着しました。はい、 32.2 です。はい、走行距離は、走行距離 7.9 キロ。 7.9 キロってことはね、うん、7.9 キロってことは、うん、どうだろう、一般の人で車で通勤するのってどんなもんなんだろう。これぐらいじゃない？こんなもんなの？片道8キロとか10キロ。10キロだとちょっと遠くないかな。そうか、その市街地だとね。ああ、まあね、そうか、うん、まあだからある意味、まあ通常の一般的な通勤距離ではないでしょうか、うん、片道の。ある意味すごいよね。いや、すごいと思います。リッター32、めちゃめちゃいい。じゃあこれガソリン満タンに入れたら、うん、同じルートでどうなるでしょうか。
はい、はい、じゃあガソリン入れてきます。はい、ちなみにガソリン満タン何リッター入るだろうね。またかよ初めてだよ僕も。そうか。そう、ちなみに貧乏ランプはついてないけど、うん、もう一目盛りで、そうですね、うん、走行可能距離も82キロになってる。そうだな、32リッター。はい、いい線いくな。このくらいの大きさだったらそのくらいの量かなと。いい線いくね。30 OK、 もう変更不可です。まあ、まじ35にしとけばよかった。レッツゴー。はい、今日もいないね。いないですね。お、そうか、いつも早くなきゃ。今日レギュラーだ。あ、これはレギュラーですね。これね、ここかけるのもすごく安定してる。うん、落ちないね。よし、入れますよ。はい、社長は30、私32。さあ、どうだ。さあ、どうかな。よしよし、ガンジ。あ、うっそー。マジか。結構入る。え、え、うわ、35って言っとけばよかった。よかった、変更不可にしといて。いや、めっちゃいいとこ行きましたね、社長。じゃあガソリン満タン入れました。満タンですね。はい、これで燃費をリセットします。はい、はい、これですごいな、航続可能距離1000キロだって。すごいですよね。よし、じゃあこれで今から同じルートもう一度行きますよ。はい、お、さっきもこの信号で赤になったけど一緒だね。そうですね、ここ赤で一緒ですね。お、エンジンがかかった。お、同じじゃん。同じ感じですね。お、すごいな。これも多分エアコンかな。ああ、そうかもしれないですね。エアコンオフしてみるよ。お、ほら消えた。さっきもこれやったからな。うん、リッター 50.9。 お、 38.6。 おお、減り方のエグさ。エアコンオンとオフでどんなに差が出るのかも興味出てきちゃいますね。出てきちゃうね、これ。え、もしエアコンオフだったら同じルートリッター何本になるんだろうね。いや、でもこうやってちょこちょこかかるだけだからそこまでは変わんないんじゃない。おお、いや、すごいね。何すごい。その想像がすごいな。はい、到着。はい、ガソリン満タンの時はちょっとね、 GoPro くんがエラー起こしちゃいました。ちょっと撮っちゃうよ。はい、いきますよ。じゃん、おお、 31.5。 ってことはリッター1ぐらい悪かったのかな。そうですね。まあ、あの、印象的にはどうなんだろう、ちょっと若干エンジンかかる頻度があったかな。そうですね、前にさっきのに比べたらエンジンかかるのが多かったかな、うん、っていうような印象ちょっとだけ受けたかな。うん、うん、まあでもなんか信号のタイミングもよく似てたし、はい、まあ速度も同じように走ったんで、うん、まあまあいい比較になったんではないでしょうか。はい、いや、面白いな。でも実際これエアコンオフ、そっちの方がちょっと気になってきたな。だいぶ違うよね、うん、ちょっとこれもう一回やってみよう。さあ、今リセットして、あ、じゃあ、はい、あやちゃんはこれ何本になると思う。今これガソリン満タンでエアコンオンで 31.4 でしたよね。うん、エアコンオフだと30、じゃあちょっと期待も含めて35ぐらいまで、うん、本当に、うん、
さっきそんなにさ出ないよとか言ってきながら。ちなみにそのカタログ値なんて多分エアコン切ってるよな、わかんないけどどうなんだろうな。ないのかな。あれはねもう一番最高に伸ばす条件でやってそうな気がしちゃうけど。でもすごいよね、あのカタログ値 38. 点何ぼでも、うん、なんかもう一個のモードあったじゃん、はい、あれ 29. 点何ぼだったっけ、うん、あれより実際いいよね。実際っていうか逆にカタログ値こんだけ近かったりそれよりも良かったりするのってなかなかないんじゃないのって思っちゃうんですよ。ねえ、いやすごい。すごいです。よし、じゃあエアコンオフでやってみます。はい。え待って社長じゃあ予想。ああ、俺言ってないのか。うん。私35ぐらいですよ。希望も含めて。いい線いっとるんだよ。なんで答え知ってるみたいな言い方すんのよ。難しいなぁ。いや、3、2、1、どうぞ。36。私より上じゃん。よし、やってみよう。35だよね。35です。俺36。はい。36なんかいくんか分かんない。34に思えてきたな。もうじゃあ34と36。でもな、こうやってねギリギリで変えるとねしくること多いんですよ。でも 34.5。 はい、じゃあね、出発ね。はい、レッツゴー。ここの信号赤なの毎回一緒やね。ここね、毎回赤ですね。ただ前回ここ必ずエンジンかかっとったじゃん。あ、そうですよね。かかんない、 99.9 のまんまだよ。すごいすごい、これは期待できるんじゃないの。エアコンオフだとあれか、エンジンかかる率が少ない。止まってる時、止まってる時にね、うん、エアコンのためにエンジンがかかってたんですよね。そう、そう、多分そうよ。だからエアコンオフにすれば EV になるし、オンにするとエンジンかかっとったわけじゃん、うん、まさにエアコンのためにエンジンかかっとったってことだよね、うん、発電用モーターを回しとったのかな、わかんないけど。なのかな、うん、まあでもどっちにしろ動いてたってことですね。そういうこと。でまあ、この車は2モーターだから、はい、発電用のモーターと走行用モーター、うん、だからエンジンがかかっても発電用のモーターを回して直接走行用モーターに、まあ、を駆動させて、はい、タイヤを回すっていうことで、うん、エンジンがかかってもモーターで動いとると、うんうんうん、まだこれエンジンかかんないな。 99.9 のまんま。すごいな。いつまでこれ続くんだろう。まあ、このバッテリーがなくなるまでだよね。バッテリーの後ろの電池が。あ、そっかそっか。そう。で、エンジンがかかるまで。で、エンジンがかかる。まあ、そのエンジンかかって充電したり、まあ、回生ブレーキって減速しとるときも充電されるんだけどね。うん、でもさっきはさ、うん、あの、バッテリーにこう、電池が残っとっても、はい。ああやって信号待ちのときに、エンジンがかかっとったじゃんね。はい。これがちょっとその違うのかもしれん。あと走行中もエアコンオンになってるからちょっと余計にエンジンがかかりやすい状態。それはあると思いますね。あ、今エンジンかかった。やっとエンジンかかったよ。いや。でもまたすぐにエンジンじゃなくて EV。うん、その信号待ちで全然エンジンかからんもんね。そうなんですよ。だからさっきまではかなりエアコンのために動いてくれてたってことですよね。そういうこと、そういうことで。あ、エンジンになった。そうか、もうすぐ EV なんよね。うん、エンジンの時間が短いですね。短いね。かかったとしてもすぐにまた EV に切り替わってる。坂道はまあエンジンがかかってモーターを回すって感じやね。そうですね、 EV ではなくなってしまいますね。なくなっちゃう。で坂道が終わるとやっぱ EV になるね。でも坂道でエンジンかかっとっただけでもう 37.5 まで下がった。そうですね、すごい。40前後行き来するっていう。40前後行き来するね。こうやって急に車が出てきてブレーキ踏むとさ、はい、普通ガソリン車だと燃費が悪くなるの。そうですね、ブレーキ踏んでまた加速しなきゃいけないから、うん、でも
こういう、まあ、ハイブリッドだと、うん、まあ、ブレーキかけると回生で充電されるから、うん、で加速する時も電気で動くもんで、うん、全く燃費には影響を受けないと。すごいですよね。すごいな、すごいな。まだよ、そうだろう。あと 200m、 燃費 41.2。 すごい、すごい。ちょっと40超える？いやー、30なんか 39.9、 なんか最後らへんでエンジンかかっちゃってみたいな。いや、そうそう、 38.5 じゃないかな。ほら、もうちょっとこのままずっとエンジンで行ってみ、間違いなく 38.5 まで落ちるよね、多分ね、わかんないけど、うん、いや、逆にこれ40台キープしたらすごいですよ。40台キープすごいな。お、エンジンかかった。あ、最後、最後でエンジンかかったぞ。やってくれるな。ただいま 39.9 になっております。お、40、もう折り返しました。さあ、頼む、このままエンジンかからないでくれ。ちょっと最後らへんは社長の手でちょっと隠しましょうかね。よいしょ。お、いい感じ。わかんないぞ。さあ、どうだどうだ。とう見えてしまうか、見えないか。はい、いくよ。はい、ダーン、40すごいね。リッター40超えてる。やばすぎる。 40.7、 やばい、これすごい。じゃあこれ B にしたから D な。次は D だったらどうなんだろう。じゃあ D だったらどうだろう、はい、ちょっと行ってみようね。よし、今度バッテリー満タンになっちゃったよ。なかなか合わせられないな。難しいですね。途中良かったんだよ。はい。お、半分より2個上で、あーしゃしゃ、このままこのままみたいな、どんどん充電されて、嘘でしょみたいな。なんですかね。そこで用意どんにすればいいんだけど、もうここじゃないからさ、同じじゃなくなっちゃう。難しい。まあとりあえず、まあ、D、B にせずに、はい、D でやってみるね、一回、はい、参考までに、うん、じゃあリセットします。はい、レッツゴー。社長は B と D どっちの方が燃費いいと思いますか。今チラ見しました。難しい質問だなこれ。まずやっぱり完全同条件に一致しない。まあそれはそうですね。いつもこう帰ってくる時のバッテリーの残量だとか、うん、難しいですね。バッテリーの残量でやっぱり違うよなっていうのが逆に今回のことで分かりましたね。何回も走っててね、うん、ただそのバッテリーは少ないわ、エアコンはオンはオンだわで 31.3 でしょ、うん、で頑張って40でしょ、うん、言うてもそんな悪くないよな。いや全く悪くないんですよ。しかもカタログもそう外れてないってところがすごいっていうね。さあこの信号を曲がって、だって俺これもう本当に超燃費運転してるからね。まあなかなかね、逆にこんだけこんなに気使って運転しないから、されるって普段はね。うーん、ただどんなにいい燃費でもこんな平均燃費を叩き出したことはないよ。どんなに頑張っても、うん、さあどうなってるんでしょう。せーの、ドン。うん、一番いいじゃん。 42.4。 これはやっぱりこれは満タンだったじゃん。満タンだったからなのね、バッテリーが。でその分モーターで駆動してる区間があの B に入れてたより多かった、うん、まあ、つまり、まあ、バッテリーの残量で8キロだとバッテリーの残量は
だいぶ影響する、うん、ってことでちょっともう少し遠いところ行ってみましょう。はいはい。まあD と B はそんなに変わらんかもしれない。そうですね、うん、じゃあなんで分けてあるんだって感じなんですけど、やっぱエンジンブレーキよ。これをすることによってもうアクセル離すだけでうーんってエンブレがきから、その下り長い下り坂なんかは D だとどんどんスピード上がっちゃうところ、ブレーキ踏み続けるとだんだんブレーキがフェードフェードしちゃうから、うん、こうそういう時に B にしてエンブレーキ化して下り坂を下る、あ、そういう時のもんだ ね。はい、いかがだったでしょうか。まあいろいろ今回燃費をレポートしました、うん、でまあこれ満タン入れて空になるのに1000キロあるから長い、ちょっと長くて、はい、1000キロまでのちょっと燃費できなかったけど、うん、まあ、それをするのもちょっとエアロ開発なんかで車出さなきゃいけないんで、はい、またねそこはじっくりまた、うん、詳しくやってみたいなと思います。はい、はい、それではね最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。またフィットに関するさまざまな、ね、動画を上げたいと思います。またフィットに限らずね、うん、まあ、いろんな車、まあ、バイクからスーパーカーまで、うん、幅広く動画やってますので、はい、またよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。